カートの走るって壁の壁を回避するし、その辺もディレクターを発生していくようなプレスを獲得してるんですよ。まあ、実際にしてこのままのスラロームを回ったときに、しっかりと獲得してくれるというのは、かなり綺麗なパラメータ調整ですね。2回目、2回目、2回目、2回目ですね。さあ、ここ、もうしばらくで。ぶつかってしまった箇所はクリアして、本当に大変となりました。長野さんのタイムは6秒52となります。ありがとうございました。毎日の MC やってる時何回か想像するんですよ。自分がいざ迷路に立った時、東武動物公園には迷路があるんですけれど、まあどっちに進んでいったらいいのかわからない。マイクバースのコンピューターが入っているので、どこに行くかしますと、あの間違いなければ記憶はしてくれるんですよ。人間なかなかどこに行くか迷路を全部覚えてくれるかどうか、そういうところはコンピューターの頭がいや、だいたい壁と壁よりも下の目線でロボットは走っていると思うので、あーぶつかってしまいました。残り時間50秒です。タイムアップしてもとりあえず見守りましょう。これタイムアップです。参考記録となってしまいますが、本当に安定して走行していて、急にどこかでつまずいてしまうというのは本当にもったいなく気持ちになってしまって、スラローム終わった後はまっすぐ例の中心に来ないと手前側に回ってくるのが、はい、そうですね。何か壁に入れとかっていけないと、はい、こういうふうにずっと走っていくと出てきて、はい、ここまで来たらヒットボールもうちょっとだと思うんですよね。まだですかね。今まで一番長く走っている気がします。これは全マス埋めるまでガーッと当たってしまった。このマシンは左手方で全マス埋めるまで次のルートに行かない感じだったので、ゴールにはたどり着けずという感じでしたね。サイズ、クラシックのサイズ。なんでしょうね、上がハイレベルになってくるとというところなんでしょうか。
このマシンは定期的に壁ドンして90度を確認してますね。LED で壁を感知できているかどうかが LED で分かるので、センサーがどういう風に認識しているのかすごく分かりやすいです。ちょっと後で ズームしましょう。LED で壁が検知している方だけ LED がつくようになっています。そうですね。あ、どう？ちょっと意気込みが他と違うんですよ、ゆうこさんは。あ、なんかちょっと今間違えて壁を覚えたんじゃないかなっていう気が。誰よりもかっこよくて強そうなロボットを目指して制作されたとのことです。もう今日はあれですからね、決勝戦に進出自分がするんじゃないかなと思う人は前に来てくださいって言ったら、井の一番に来てくれたので。今もなんかちょっと怪しい感じになってきたが大丈夫か。なんかおかしいぞ。あそこに壁作って、ここでストップです。で、多分あそこに壁を作ってしまったので、次が2本目の走行です。間違えて壁を、ロボットの前方にある穴と膨らみは昆虫的なかっこいいビジュアルを表現しつつ、性能が良くなりそうなセンサーの配置に合致するようにデザインされたとのことです。多分ですね、変なところで壁を認識してしまったので、ゴールに帰れなくなって止まったんじゃないかなと思うんですが、ロボット面の瑞穂は面白い後輩のあだ名から取ったということなんですけれど、今日その後輩さんはいらっしゃってるんですか。あ、でもちゃんとゴールしました。ゴールです。21秒21。おめでとうございます。暫定トップに入れました。エラーで止まったけれども、迷路情報はクリアせずに、なかなか抜けられなかった。ちゃんと走ってた部分だけの、迷路情報だけでアタックしたんですね。なかなか抜けられなかったエリアスを抜きました。放送庫もしっかりと探索時よりもスピードが上がっています。フロントビジョンのハイゴール21秒208です。あと2回やりますが、20秒切ることはできるでしょうかね。あと1秒半刻んでくることができるでしょうか。コンマの差ではありますが、2回目の走行よりも速度上がっております。はい、スタート。スタートです。これからこういうマップ作りたいなっていうのはありますか。ちなみに、では大門さんでした。ありがとうございました。はい、ゴールです。21秒221です。次が5回目最後の走行です。でもこれだけしっかり記録を残してくれると、名前つけられた後輩も、名前もらわれた後輩も良かったっていうところですよね。遅かったらちょっともらい事故ですもんね。